違う <laughs> うるさいうるさいえあそそっちで食べてどうぞどうぞすぐ食べるやんもうすぐ食べるやんうんはい分かった分かった <laughs> これピンクバージョンもあるんですけどあの次はぜひ <laughs> これ再放送じゃないですよ再放送じゃないんですよ全然はいゆうかちゃんもこんばんはありがとうございます来ていいてけいちゃんもこんばんはです生放送ですようん生放送です <laughs> ぜひちなみにこれ L サイズですねこれ L よねこれ L サイズですいや男の人あ LL もあったよね LL もあったなな LL もあるけんぜひ <laughs> マブーさんハートありがとうございますミミちゃんそう盛岡決定しましたありがとうございますそうなんですありがとうございます まぶーさんもハートありがとうねそう無料化にゴーしますそうですお母様はこれ持ってないですねお母様持ってないけど全然これめっちゃ着るのにいいようん武田くんもハートありがとうそう森岡楽しみにしててくださいみーちゃんも絶対行くありがとう私も待ってます 待待ってます待っててまますすやっぱこう,もう日にちがこう限られてきてるなんて言ったらいいんかなその卒業に向けて日が近づいてきてる中で決まっていくん決まるイベントってやっぱ全部嬉しいのでそう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 うんだからできる限りねいっぱい活動をこうしたいじゃないですかその限られた時間の中で。そうそうそうアントニオさんも だるまさんありがとうございます。なのでね。盛岡でやりたいこと。盛岡は何が有名なんかな？食べ物とか場所、場所はいけんかな？大輔君もハートありがとうございます。そうそう、11月3日、4日、4日がえっと握手会なので、そうそう,そう。結構。 わんこそばああそういう系ないそういう系 <laughs> そういう麺類系なんやじゃあ食べ <laughs> っすっごいボリボリ言うてる食べるなっていうのに食べますうちのお母さんは食べるな言うのに絶対食べますでもどうしたらいいか分からんおいしいやろう、うん甘い系よねそれ甘,甘いやろう、うん、なそうお母さん お母さんはさつまりこを食べてますさつまりこあのさえっとじゃがりこのさつまいも味のやつなんかそう痩せない感とかた気をつけない感とかいうくせに食べるし今日もシュークリームとエクレアを買ってきましたなんてこったいそうそれはね音結構音結構あれやでうん結構あれやでうん 葵さん将来親に似るかもねでもなんか本当にお姉ちゃんとお母さんんはよく食べるんですよ私も多分気に抜いたらすごいよく食べると思いますなって言ったらいいのアイドル始めてからすごいなんか体型気をつけなきゃいけないんだなって感じ始めて <coughs> 結構その気に,気にしてご飯とか考えるようになっ,てなったけど。 そういうのなかったらもう全然全然普通にすごい食べるフードファイターだったと思うたけさんハートありがとう新聞さん癒されに来ましたぜひご覧くださいませまああんまり癒し系女子ではないですがはい「うコンね」ねそうそう「歌コン」もね出演させていただいてすごい楽しかったうかちゃん最近ダイエットやめたいやいいのよ正直ねあ昔よりもちょっとこうそういう意識が こう大きくなってきたんちゃううん別に1 0でもいいんやけどねうんそうそう1 0でもいいんじゃけど確かに細い人ほどよう食べよるよねオーリオとかナナミンとかそうもうどんどん食べなさいって思うシルフィードさんダンスしたら消費するから痩せてるうんでもどうやろうねなんか私はその恋トラン時がすごい痩せとったんですけどまあすごいって言っても今今と変わらんか あのそ,のその時にすごいえっと最初の頃に比べてえっとデビュー初期かデビュー初期に比べて体重は増えたんやけどその分それって筋肉やって筋肉がついてむくみにくくなったんで、まあ、ある意味痩せたというか逆にそのそう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 代謝が良くなったりとかやっぱ汗流したらむくみとかも。 あマ,マッサージが大きいわうんマッサージが大きいマッサージが大きいですねやっぱりリんを食べても太らんよねまあうーんそうでもまあすんごい食べたら太るよすんごい食べたら太ると思うけどまあ人並みにしか食べんけん太らトそうマッサージのねうん マッサージ。そう筋肉ついたらすっきりするけんやっぱ筋肉つけるのとつけると痩せやすくなるらしいしいいやろうなって思いますねうんそう久保もハートありがとうございますみちひろさんもこんばんは元気でーすめちゃめちゃ元気ですそうカチカチにいたちょっと私まだ腕はちょっとあれです,すみませんあお母さん食べ終えた <laughs> 食べ終えたまだまだえなんでま 全部食べないよ、ねぇえ、<laughs> それがダメなんやって <laughs> なんかさ、こう、食べてすぐ寝るのがダメなんやってそう、食べてすぐ寝たらその、もうそのまんまやけんほんに、消化されてからそう寝たらいいのに、もうすぐ寝るんよ、もうそう、<laughs> こっからさか、かわいそうやけどなに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 やるよるき、きょう、きのやった昨日やったか 昨日とか言わんけんもうすぐ寝てもうすごいけんほんとにすごいんやけんそう <laughs> 牛になるで <laughs> 牛になるで牛になるでそんな食べてすぐ寝よったら <laughs> ああ<ー> <laughs> <laughs> すごい筋トレし始めた <laughs> 筋トレし始めたよそう仲がいい親子です言えんやん私仲良くなかったら言えんもんなんか あの、だから人に言えんかなまあ、太ったねとかぽっちゃりしたねとかそう言えないです <laughs> 大丈夫ちょこさん <laughs> すいません取り乱しましたお母さんいやほそほまあ、なんて言ったらいいのあの、すごいお太りになってるわけではないけどでも本人がすごい言うけんあじゃあ気をつけた見てみたらええんちゃうって思ってそうそうああいむくんだるまさんありがとう。 そう、お母さんが筋トレでふんふん言ってるの違う違う違うお母さん今静かにやってましたねちょっとチャピさんも「こんばんはありがとうございます、ね」みんなお母さんかと思ったって言うけど <laughs> さっきの<笑><笑>はいあのー、でも <laughs> みんなでも食べでも食べれる幸せは分かってるのでそう食べましょううん私,私はなんか結構どっちかというとその 美味しいものをもうモリ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 いっぱい食べる幸せよりもこう痩せていく幸せというかその体型をキープできてる幸せみたいなのの方がなんかあるんですよすごいそうだからなんか食べるの幸せやなーって思ってしまった時はもうめちゃめちゃ食べるけどでもなんかもうそういうのよりも体型維持への幸せが大きかったらそう でもあんまり痩せすぎるとこう前そのそういうので体壊しているから不安になって一気に食べたりとかする「いやちょっとそろそろやばい気がする」みたいなこうってやったりしますね。いいいやプロじゃないよプロロじじゃゃななよんやけど、ね、そうそうでけん家おる時もおいしく食べれるようにあんまりこう気遣わず食べれるようなちょっと健康的なご飯を 食べますえ説得力ある嬉しい私基本的に説得力ないけんさ嬉しいですねそうそういや小豆きバ食べてるよ小豆きバ全然食べてますけど食べたら何時間後に寝るとか小豆きバもまあえっ、ー、とアイスの中ではまだ低い方やけんそれにするとかねそうやってる音符と音符って声じゃないんかな音符とハートハートありがとうございます まねちゃん部活に対したら1 0キロ太ったえー、そうなんだやっぱ運動っってて大事ってことなななのかななんかんうちのお姉ちゃんもねやっぱあの部活やめてから体質変わったとか言い,いよった気がするけんねうんいけ運動大事なんやと思う私運動せんけどそれこそもうダンスやってないと運動せんのよ私本当にいやけあの家おる時にすごいふとこう気づいたらすぐ青春トレインを踊りますなんか。 こう、めっちゃ食べ過ぎて嫌な予感したらこうやってトレーンを踊り始める <laughs> そうそうそうリオン踊らなくなったらやばいかなやばいかもしれんね確かにまあっていうほど踊ってないんですけどねそんな EXILE さんほど踊ってるわけじゃないしさ普段からバリバリ踊ってたら結構体質変わっちゃうかもしれないんだよねうん 卒業したら太るフラグ立てんといて,立てんといいでもまあなんかそのアイドルやる前の方が痩せてたんですよだからそういう意味では誘惑とかがなくなっていいのかもしれないけどうんあんまり私ご飯とか我慢できちゃう人なんです,すごい幸せそうな顔で帰ってきましたお母さんがはいそうでも青春トレインダイエットなんで私はあの卒業後もねこう気が向いたら踊ったりとかたまに しようと思いますでも私ねあのー、あれなんですよだからそれこそ何年か前にあのウォーキングマシーンで痩せようと思ってウォーキングマシーンを始めたんね家にあるけんさそうなんか知らんけどこう太,太ったというかね、まあ、筋肉ついたけんやろねき、あのー、体重も別に減らんかったしで見た目もなんかがっちりした気がして足がでその時さマッサージをしてなかったんねえけんあ 筋肉つけたらちゃんとこう何てうマッサージもせないかんのやみたいなそうそうそう思ったんですけどそうなんかあのでもウォーキング系は向いてないんかなって思いましただからダンスぐらいがいいんかなって感じそうあんまり私多分あんま運動で痩せるの向いてないのかもしんないわかんないけどこうあれひ人によってあるって言いますよねそうそういうのうん 有酸素運動ねえ有酸素運動って何やっけ基本ヨガとかああいうのああいうのいいよねでもあのなんかのんびりこうゆっくりした時間が耐えれるかっていう話そうウォーキングマシン使ってみたいえ楽楽というかまあ便利ですよとにかくまあ最近やってないですけどああプールか無理だあサウナねサウナとかね確かに確かに、うん、でも私は本当にその えっとい、でも今から結構そのダンスがなくなってもアイドルやめても体型こう維持できるようにってちょっと今から考えてる結構まあ、そんな変わんないとは思うんですけどそう言ってもそんな踊ってるわけじゃないから「D を <laughs> 泳げるえ、泳げそうに見えます?」じゃあ逆に聞きますけど <laughs> ピノイロさんもこんばんはありがとうございます来てくれて「100人日目配信イエーイ!」 ありがとう。いますありがとうミミちゃん、私、実はめちゃめちゃ泳げる。マージうらやましい。いや、いいね。水泳できるってすごいよ。うん <laughs> いや、泳げるわけないやん、私。もう本当に泳げないんですよ。全くもって。結構、プールの、プールの授業、水泳の授業を、こうなんか理由使って休んだことあるぐらい。 水泳嫌いでしたね。めっちゃこうすっごい、うん、すっごい嫌いでした。そう。確かに、リーオンが泳げたらびっくりするでな。うんいいね、泳げるって。泳げる人ってあんまおらんと思うよ。結構私の周りにも好きじゃない子多かったもん。うん、そうそう。体重軽すぎて浮かなそう。いや、でもね、浮き方が分からん、あれ。どうやって浮いてるの、みんな。この体をさ、 こう身を任せるのが怖すぎて私絶対無理ですねあれそう本当に無理そう確かに遠慮にはそう山しかないのでそれでちょっと泳ぎ離れしててそうそうそう力抜いたら浮ぐいやそうそう,そうやって言うやんそうやって言うけど力抜けるわけないやん身を任せれるわけないやんって思っちゃうそうね怖いあのなんか手を全部こうやってこうふわって浮かせてやってる人 ちょっと理解理解理解できないじゃないそう、すごいなって思いますそうすごいなって思う私多分2 5ルも泳げないと思いますうんそうでもなんかいとことねあの大きなプールに行ったことがあってプールっていうんかな行ったことがあってなんかこうあったよね波のうんそうそう波がブワーンってきてウーってなるやつ浮き輪があったけど楽しかったあれ野田さんもハートありがとうございます そういうとこには行ったことあったけど基本的にあのこう水,水に触れないですそう水に触れないですね、うん、そうてか愛媛でのオフをこうどう過ごしたらいいのか分からないんですけどどう過ごそっかな,、うん、なんかそうそ,そ,のその外にこう出た方がいいなとは思うんですけど別に一緒に出る人もおらんし。 あ、お母さん私が仕事やったらね出る時もないし一人で行くには特にないけんさ料理チャレンジあーいやっちゃおっかな何か作ってみようかなできるかな <laughs> 友達と遊んだら「友達おらんのよね友達おらん」って言ったらなんかうそやろって言われるやんやけど。 そんなにおらんのよ本当にその連絡取って遊びに行こうとかいうような友達っておらんのですよそう家でできることって言ったらまあ,あチョコプリンの散歩はちょっと今日雨やったけんできんかったけどあの、私が家おる時はチョコプリンの散歩は行きますねそうそうそう家でできるって言ったらお料理とかですかね何を任せるもし私が料理するってなったら最初に何作らす カレーカレーか確かにカレーできたらもう何でもできるよね「ひろくんこんばんはありがとうございます」来てくれて「ものまね」とかあって煽るな <laughs> もう昨日めっちゃやったわ <laughs> でもまあ確かにものまねも家でできる暇つぶし味こう顔をすごく動かすことによってこうあの代謝を良くして <laughs> ダイエットにやっぱつながるかもしれないですねはいお弁当作ってみようお弁当ね 多分ん当に私がお弁当を作ったら冷凍食品だらけになると思うけんねもしいつか子供を作るってなったら子供泣いちゃうよねだからそういうなんかねなんかきっかけがあれば作りますけど特になんか作らないかんタイミングがないと作らないんですよねうん確かに包丁使うの怖いそのままね <laughs> ダイエット <laughs> えでも本当になんか結構その口を あの顔を動かしてない日ってすごいなんか顔がパン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 ですパンパンです顔がパンパンですねそうそうそういや冷凍食品美味しいよね私めっ好きな冷凍食品いっぱいあるもんなんかハンバーグとかのも美味しいしコロッケ系も全然美味しいし美味しいよね何でもかんでも何でもかんでもてか、うん、私はなんか別にその 冷凍食品がお弁当にいっぱい入っとってもまあ別に美味しいけんなんも思わんかったけど思う人もまあおるんかもしれんないうんそうっていうねそう冷凍冷凍食はバカにできないですようんでもやっぱあれですかね体によくないんかなうん体に良くないんかもしれないそう顔がシュッとしてたら前日モノマネしたといことで。 <laughs> そういうことなんですよあの今日もちょっとねシュッとしてると思いますシュッとしてると思うんですがこれはね昨日ね、あのー、あれってかマサオくんたちあえー、っとマサオくんってあの名字あるっけマサオくんって名字ないっけマサオくんないかマサオさんのねあのマサオ雄んのねモノマネをすごい <laughs> やっててでその後にあのに昨日配信終わってからもうお母さんにモノ,モノマネしながら本家も見せてほら似と,る似とることないとか言って。 やってました佐藤正夫ふっつーおもしろーじゃあ他は他はねねちゃんの名字がなやったっけあってかうんねねちゃんふっつーやなー佐藤ままさお佐藤まさおやばいやばい終わっちゃうあと3分あそうだ桜田ねね桜田ねねそれは覚えやすいねねねちゃんで 徹ちゃんじゃない徹ち,、ね、ちゃんでしょりちゃんでしょ坊ちゃんは坊ちゃん。坊ちゃんは坊ちゃん坊ちゃん。坊ち,ちゃんなんやろうね。坊坊かな。坊 <laughs> 坊ちゃんってなんなんやろうね気になるね。あほらみんな分からんやん。坊ちゃんなんなん,なんやろうね。今始まりかけたねモノねが。 ぼ、ぼ、本当に。本当に。ぼ<ボ>、ぼうたろう。ぼ、本当にぼうたろう。ぼ、ぼうたろう。いがは。井川。ぼ。ぼ、ぼ、うん。え、調べてもぼうちゃんだけ本名ないんやって、えー、ーやばー、そうなんや。やばい、あと2分や。 井川,井川坊太郎って言ってる「井川坊太郎か」かいろんな名前の説あったあーじゃあ分からんね分からん説か分からんかもしれないうん <laughs> 再放送じゃない再放送じゃないって同じ服着とるけども再放送じゃないって井川坊太郎ねうん井川坊太郎川の中に石がある 猫さんハートありがとうございます。<laughs> 違うねえ再放送じゃないアーカイブじゃないみんなが載せてくれてるあれじゃないえ、ちょっと似てたね今うん <coughs> 松坂先生 <laughs> 松坂先生はじゃあ住所行きますか今日も。 皆さんいつもあのファンレターありがとうございます <laughs>。でねあのファンレターの宛先が二つあるんですけどまあ愛媛に折るときはね愛媛の方があのー早い届くのが早いのでそう結構あのー、愛媛の方に送ってもらえたらなって思います。住所カモン住所カモン住所カモンカモン住所忘れたよ。<laughs> 待って <coughs> 松岡先生なに何宛た何宛たな なーにもあなた <laughs>、うんま、松山市大海道一の五株式会社タイム清原理由 <laughs> ちょっと待って今すごいタイムが良かった <laughs> すごいタイムが良かった <laughs> あのお母さんがタイムの部分が一番好きらしくってタイムをすごい頑張っちゃったちょっとすみません 三十分なったんですけどごめんなさいちょっとマサオくんもやっていい？マサオくんで最後締めていい、マサオくんで言うね最後。はいというわけで皆さん今日も来てくださってありがとうございました。清原りおのもっとこの後あ,ありますのでぜひ見てください。あーじゃあね聞いてください。はい。 じゃあねー、ありがとうビデオ見てねーバイバーイおやすみー